はい、皆さんこんにちは、シースです。というわけでね、今回は先に縛りプレイの方を決めていこうかなというふうに思います。いやね、意外と縛り、ルーレットで決める縛りっていうのが評判良かったみたいで、今回は縛りがないのかみたいなコメント結構いただきましたのでね、やっていこうかなと継続して思っております。はい、というわけでね、恒例の何でもルーレットで今回の縛りプレイの条件を決めていこうかなというふうに思います。で、項目についてなんですけれども、下の3つ新しく追加しました。レベル0の武器のみ、隊列ルーレット、峰打ち100回。でね、前回のパートでこの縛りプレイ案募集してるんですけども、ちょっとまだその動画投稿できてないので、そちらのコメントの方は反映できておりません。ではこの中から決めていきましょう。項目決定。さあ何が出るか、来い。わあ、同じ技術は2度使えない。これ地味にきつくないかな。これ術もだから癒しの水が各キャラ1回しか使えないんですよね。え、各キャラどころじゃなくて、もしかしてこれキャラ強…え、誰かが1回癒しの水使ったらもう二度と使えないってこと？やば。いや、これは割とやばいだろう。いや、絵的にも今悪いな。ちょっと馬のまたぐらにイケメンがいるのはちょっとまずいか。よし、ちょっと出て。いやー、同じ技術2回使えないって結構厳しいよね。よく考えたらさ、回復より攻撃手段の方がきつい可能性あるよね。最悪さ、回復は薬箱とかアイテム系があるんだよ、傷薬とか。攻撃手段はさ、全部使い切ったらさ、こっち何もできねえぜ。しかもこの超序盤の全然ひらめいていない状態、巻き打ちとかさ、刀で使ったらさ、他の武器の巻き打ちも使えないんでしょ。うわ、きつくだな、視聴者。はい、そしてね、今回何のクエストをやっていくかなんですけども、ちょっとね、私の方が今発生することが分かってるクエストっていうのが、バルハルモンスターと月光族が誘拐されるやつだけなので、ちょっとどっちかにしようかなと思ってて、ちょっと今回は裸愛者愛者を放流して、爬虫類、イケボ爬虫類を入れるぞ。というわけでね、今回は月光族のね、クエストをやっていこうかなというふうに思います。いやね、やっぱりこうずっとね、人質というか、こう奴隷としてね、捕らえられているのはかわいそうなので、一刻も早く解放してあげようかなと。え、トカゲって泣くのか？いや、喋るとまたよろしくお願いします。泣いている。これね、捕らえられてるんですよね、この武器屋の店主に。だってさ、もうさ、エグザイルだもん。いらっしゃいませ。まあ声はイケボだけど、いや、こいつが黒幕ということで、クエストまだ発生してないよね。あ、発生してるんだ。これ月光の村行かなくていいんだっけ。あれ、そしたらさ、え、ゲラハいなくてよかったんじゃない。あれ、どういうクエストだっけ。あ、違う、これで、あれだ、行くんだ、月光の村に。よーし、来た。爬虫類の村。さあね、ここでいろいろクエストが発生するはずなので。うん、そうだね、かわいそうに。族長にもね、話を聞いておきましょうか。あと古文書とか海賊シルバー関係も確かここですね。あ、話してくれない。人間に話すことは何もない。いや、仲間だぜ俺ら、ドラゴンだから。さ、そう言わずに話してください。なぜ人間を避けるのですか。人間じゃないんだな、グレーは。人間は匂いが違うもんだ。地べたを這い回っていた我らを立ち上がらせたのはサルーインだ。エロールの子である人間とは違うのだ。お前は人間の匂いがするぞ。月光としての誇りはどうした。どうした。しかし、サルーインはとうの昔に封じられてしまいました。人間と生きていくのが我らの道でしょう。人間はそう思ってはおらん。その証拠に我らの仲間をさらっていく。やはり人間は信じられん。そしてフラグが立ったので町に戻ると。
さあ、ゲラハの仲間を解放してもらおうか。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。トカゲ一匹、月光族を出してもらおう。うん、かっこいいな。そのような武器は置いておりませんが。しらばっくれる。笑えんな。店の奥に隠している月光族を出せばいいんだ。そんなものは隠してねえよ。仮にいたとしてもてめえの指図に従ういわれはねえ。では店の奥を確かめさせてもらうぜ。いい加減にしろ。おい、こいつらを叩き出せ。さあ、戦闘ですね。やっていきましょう。同じ技術は二度使えない縛り。私はゲラハ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけでね、まあなんとかなるんじゃないのかな。使った技はメモしていくことにしましょうか。ハヤブサ、あ、一発、おお、勝ったな。メモするまでもない。ちょっとメモやめちゃった今。勝ったな、これは。我々強すぎる。縛りが何の意味もなしていない。やはりこれはシスが拮抗縛りしながらプレイくらいを引かなければ。何の縛りも意味もないんじゃないのか。あ、そう、こんなに楽勝なんだとか言ってたら、なんかコメントですんげー厳しい縛り案とか出てきそうだから、言うのやめとこうかな。まあ、というわけで、トカゲ解放宣言ですね。これさ、これが思った以上にたくさん出てくるんですよ、マジで。ちょっと見てて。どんだけ。古いね。はい、というわけでね、月光族クリアしましたね。いや、サク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 ということで、このジャングルにはキャプテンシルバーの財宝が隠されている。これと古文書かな。ジャングルの中に古い神殿がある。その秘密を記した古文書を持っておったが、ホークとキャユー海賊に売ってしまったわ。海賊。はい、というわけでね、2つ、クエスト。ただシルバー、この辺はね、あのシルバードラゴン結構強かったりするので、ちょっとね置いとこうかなというふうに思います。というわけで、また一緒に戦おうよ。よし、シフさんだ。シフさんを入れてやるよ。シフさんね、これね、すごい美人なんですよ。特にこの画面のシフさん、めっちゃ美人だよね。スカブさんを知ってるか。カラム山脈の高く険しい山だ。そこには巨大な鳥の王が住んでいる。家畜でも人でも食っちまうという恐ろしい鳥だ。なんとその巣に行って羽を持ち帰ったどえらい勇者がいる。行くぞ。それも二人だけだ。先々代の国王、偉大なカール一世とブラックプリンス、ナイトハレト殿下だ。いや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 、アルベルトというアルベルトも取ってきたんだけどな。はい、というわけでね、勇気の証、これも判明しましたね。スカープ山。ただ四天王系のクエストは一気にまとめてやりたいというのもあるので、もうちょっと後にやってもいいかなというふうには思ってます。そしてね、バルハルモンスターやる上で重要なのがジャンプスキルですよね。あそこ確かジャンプが必要だった気がするので、サバイバルだ、これを上げよう。3まで上げるか。凍結庫で凍っている城は悪魔を封じ込めるためにあんな風になったっていうね。違うわよ。昔バルハラントに王国があって、その王様に天罰が下ってああなったのよ。ああ、凍結庫、これね、前回やってないんですよ、一周目。だってさ、プレイヤーノートにさ反映されないもんね。そりゃ一周目やらないわっていう話。でも城はなんかあったよね、あの湖のとこだと思うので、何かしら、なんかね、さっきの人も暖かくなっているとは言っていたので、多分何かしらクエストはあるはずなのですが、というわけで、ここですね、シフさんのお家、族長の家ですかね、ここにアルベルトがね、流れ着いて、ここで膝枕されてたんですよ。この人にじゃなくて、シフさんに。猫かわいいな。じゃあね、話を聞いていきましょうか。わしはガト、バルハル族だ。この村の長をしておる。最近は暖かいな。
生まれてこの方こんなに暖かいのは初めてだ。まあ周り一面の雪ですけどね。狩りの獲物が増えるのはありがたいが、モンスターも増えたのが悩みの種だ。あちこちの洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してきてくれ。任せろ任せろ、頼むぞ。というわけで、これがバルハルモンスターのはず。そうですね、雪原の、東西南の洞窟に住み着いたモンスターを退治せよということで、じゃあ東西南の順番でクリアしていきましょうか。ここか、ここだね、東の洞窟。あー、しかも目の前にボスがいる。前回ねちょっと楽勝だったので、前回の縛り案、同じ技術は二度使えないはそのままにして、今回もう一個ルーレットを引きましょうか。よし、項目はさっきと同じ。これでね、追加の縛り項目決めていきましょう。さあ、同じ術、技は二度使えないに加え、何が防具禁止そうか、攻めも守りも薄くなった。はい、というわけで、この極寒の地でさ、全員裸になるとかさ、ちょっとさすがにそれはまたまずくないか。そしかも王女様王女様大丈夫かな。あ、でも脳筋って言ったからな。ディアナ様もさ、クローディアもさ、実はさ、この筋肉の盾、そうだ、シフさんもさ、この筋肉の盾があるからさ、サムーサなどなんということはない。一番ヤバそうなのはグレーだなというわけで、裸になりましたね。で、しかも同じ技術は二度使えないということで、ボス戦やっていきましょうか。いや、このくらい縛らないと、今まで結構楽勝だったもんね。アンデッドか、なんだっけ、アンデッドは月系の技が効かないんでしたっけ。あったような気がするが、一周目ね、そこあんまり理解してなかったんですよね。とりあえずは本気で真ん中落としに行くわ。もうね、八つ咲き氷に使う。で、早打ち、はやぶさ、腕が鳴るね。同じ技2回使えないんで、ひらめいてくれるとすごい助かる。はやぶさ、早打ち、 4はまずい。硬い敵が、しかもこっち柔らかいからな。12、待って、八つ咲きで落ちろ。オッケー、ハゲ主力。さあ、こっからグレーの HP20 か。貴重な癒しの水使うか。でもグレー足遅いんだよな、間に合わない可能性あるか。じゃあグレーは高速突きをして、で、切り返しはまだ打てるよね。切り返し、ガラハド切り返して、で、早打ち打てなくなっちゃったから、順手打ちにしよう。順手打ちで、はやぶさ、高速突き、もうできないな。カットインにして、立ち切り、先行突きまだ打てる。これでカットイン、いける、よし、これはいける。なんということはない。何も報酬がない。はい、というわけでね、西の洞窟のボスに着きましたね。というわけでさらに1個縛りプレイ加えていきましょう。同じ技術が2回使えなくて、みんな裸でさらに今回何が追加されるかというと、靴下のみ裸なのに靴下のみってさ、矛盾してるじゃん。っていうか、もう結構さ、もう矛盾するやつしかないよね。同じ技使えないのにさ、峰打ち100回とかさ、仕方ないからさ、これだってもう同じの出てもしょうがないじゃん。でも裸なんだから、みんな裸足とか靴下のみも関係ないよね。で、峰打ち100回も同じ技使えないからできないとなると、この3つ、ちょっと待って、拮抗縛りが当たる確率が3分の1になるじゃん。これ消したいんだけど。じゃあ一応今回まで入れよう、拮抗縛りでね。次回から外すわ。そして、拮抗縛りをちょっと覚えてきます。本当に当たっちゃった時にできないんで。レベル0武器のみ同じ技使えないのにさ、強い技1個も使えなくなるじゃん。これは本当に積むんじゃないの。
はい、というわけでね、全員一応、レベル0ですね。女王の剣だけはレベル3外せないので使わない方向で行って、あとは全員レベル0の、スキルレベル0の武器のみを装備している形になります。さあこれで、あれか、一応フォーメーションでクローディアさんはもう弓打てないんで前に持ってきましょう。さあ行くぜ。うわー、複数は無理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 、使える技少ないよ。3体弱くあってくれ。というわけでどうしようか。もうだってさ、使える技少ないもんね。じゃあレイピア使いたい。レイピアの高速突きからいくか。レイピアで高速突いて、ガラハド琴を切り返しか。メモっていこう。切り返しを、溶岩柱に打って、高速突きもう使えないよね。立ち切り、いやクローディアで立ち切り使っちゃう、もったいない気もするな。順手打ちにしよう。順手はやぶさ、これ使えないんですか。危ない。高速突きも使えない。立ち切りこれ使っちゃうか。じゃあ立ち切りにして、先行突きは使えるよね。先行突きこれでメモっていかないと。立ち切りしびれ、おお、しびれ突きだ。ひらめいた。でかい。順手高速で俺はメモりながら切り返しメモりながらプレイ。あ、2段突き、いけるもんだな。全然いけた。すごい。よし。あ、縛り3つくらいなんということはない気がしてきた。しかもここはジャンプ持ってきてるんですよ。スキルレベルも足りると。罠解除とか大丈夫かな。うん、大丈夫ですね。500金ポッチに、あ、ゴシックアーマーは結構いいぞこれ。装備できないんだったそうだ、裸縛りじゃん。というわけで、なんでいいんだね。なんインドのね、このさ、雪を踏みしめる音がいいよね。で、これが忍び足をかけると消えるんよ。芸が細かい癖になってんだ、音消して歩くの。よっしゃ、最後のボス。もうここまで来たら縛りもう一個増やしましょう。というわけで、レベル0のみも消して、あ、そうか、もう亀甲縛りなしにしましょう。本当次回の撮影の時は、できるようにしときますのではい。じゃあ隊列ルーレットはもう決定ということで、隊列ルーレットしましょう。じゃあまずグレーから。グレーの場所はというと、前いいね、グレー前。今この状況を考えると全員前がいい。うわー、ガラハド後ろか。クローディアが、うわー、クローディアも後ろは厳しいって。とにかく、今ね、武器が高列で打てる武器が弓しかないんで、で同じ技使えないじゃないですか。一発弓打ったら終わりだからねほんと前、前衛武器しか持ってないから。中か。せめてシフさんは前で会ってくれ。うわ、シフ中厳しいな。はい、というわけでね、隊列こうなりましたいけるかな。同じ術技2回使えない、裸レベル0武器のみ、隊列がランダム。さあこれで、使う技メモしながらやっていきましょうか。あれ、前回やった時さ、なんかもっとこのペンギン多くなかったっけ。いけるんじゃないかこれは。じゃあチーフ、本気で行くぜ。あ、待って、壊れないよね武器とか。まだ大丈夫だよね。順手打って、立ち切り打って、強いの使ってこう。一回しか使えないけど。さあどうだ。グレーが前衛だからここが84。お姉ちゃん中列か。44。いいダメージ。シフ強い。でも落ちないの。爪アクス、
裸でも耐えた。オッケーオッケーオッケー。一旦目でボス倒したのはでかい。グレー HP13、 しかも高速好きがもう使えないね。癒しの水をグレーで使うのはもったいない気もするな。立ち切りも使えない。早打ちは高烈。あ、しまった、高烈のやつに弓持たせてくんの忘れたな。さっきと同じ武器だわ。パンチするか、パンチして。え、巻き打ちはまだ使えるな。巻き打ち、ガラハド、クローディア、今どこにいるんだ。クローディア高烈か。これ弓、どうせクローディアレベル0だから武器しか使えないから弓打てないのか。うわー、しかも癒しの水まで覚えてきてない。立ち切りはさっき使った。え、使えるのなくない。順手も使った。パンチも今使ってる。高速好き使ったね。もう防御しかできないわ。で、ディアナ様が使えるのはパンチ、癒し、立ち切り使ったのか。で、女王の剣使えないからこの辺は全部使えなくて、レベルあれだもんね、3だもんね、女王の剣レベル0。レーピアはレベル0のはずなので、高速好き使えない。はやぶさはまだ1回も使ってないね。はやぶさ打って赤い、かっこいい。で、先行はまだ使える。先行好きはまだ使える。よしよしよし、いけるんじゃないか。はやぶさ、オッケー、パンチ、先行、オッケー、完璧じゃないか。さあ、これでクリアでしょう。あ、待って待って、なんか何かに気づかれた。待って待って、やり直したくない、やり直して、嘘でしょ。リセットだわ。オッケー、意外と全然いけるもんだな。さあ、ここ突進してくるから気をつけなきゃいけない。オッケー。そして宝箱が翼のお守りか。お守り結構ねいいかもしれない。今多分全員枠空いてるぞ。これご苦労だったな。うん、頑張ってきたぜ。190ジュエル結構おいしいですね。さあ、あ、すごい、今気づいてしまった。さっきさ、俺月子のやつさ、お礼もらってなくない。これでやっぱり危ねえ。俺としたことがこんな見落としが。らしくないらしくないらしくない。キャプテンシルバーの財宝について何か知っているか。シルバーという海賊が奪った財宝の隠し場所を探しにジャングルにやってきたという。というシルバーはジャングルに詳しい月光族の若者を雇い、都合のいい洞窟を探させたという。という選んだ洞窟に手下たちが財宝を運び込んだという。という。シルバーは口封じに手下たちを皆殺しにしたという。これひどいよね。ただ案内の月光族だけが逃げ延びたという。シルバーってさ、その月光族かわいい顔してるけどさ、残したという。やっぱ超悪者だよね。これがその地図だ。お前たちに譲ろう。我らには無用のものだ。やっぱりさ、この月光を殺したことによって、あまり欲張らぬことだ。エロールの怒りを買ってで、なんか呪いをかけられて、ずっとあの、なんだ、ディスティニーストーンの門番をやらされてたのかね。というわけで、バルハルモンスターはクリアして、で、進んだのがシルバーですかね。海賊シルバー、橋の方に書かれている大きなドラゴンは一体ということで、地図をゲットしましたね。今ね、あの、シルバーと同じくグレーも竜人なので、あ、じゃあ、もう、あの、うちの親戚がちょっとご迷惑をおかけしました。本当申し訳ないっす。うん、とりあえず芯は何も出てないですね。最新がもっとお金が欲しいですかね。画面すぎるグレー。いやでもね、お金はねすごい持ってるんですよ。12,776金ということで。じゃあ次回のクエスト、もうこれやるしかないのかな。勇気の証、シルバー古文書、この辺ね。うん、どうしようかな。か、あ、刀の声か。峰打ちする。
よーし、というわけで見晴らしのいい、母ちゃん岬で、今回はお別れにしましょう。ではどうもご視聴いただきありがとうございました。 YouTube でご視聴の皆様、チャンネル登録といいねをお願いいたします。ニコニコ動画でご視聴の皆様、お気に入り登録とブロマガの方でコメレスをしていますので、そちらもご覧ください。